はい。皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回はネット物販を始める前に、あらかじめ用意しておいていただきたいパソコン環境。 パソコンの技術、そして心構えについて話をさせていただきます。今回お伝えすることすべて揃えていないとネット物販ができないというわけではありません。しかし、ネット物販っていうのは地味で地道な作業の繰り返しなんですね。ですから、同じ作業をするにしても1時間かけて苦痛に満ち満ちた時間を過ごすのか、10分間で軽快にささっと行うのかでは、単純に作業効率面だけではなくって、精神衛生上も運泥の差があるんですね。端的に申し上げれば、ネット物 ネッ物販がより楽しくなるのか、それともやればやるほどつまらなくなるのか、その土台になっているのが今回話すお話です。まず一つ目、パソコンモニターを2画面以上にしてください。ネット物販の作業っていうのは、例えば中国のアリババのサイトを見ながら、Amazon で似たような商品を探したり、Amazon 上で A という商品と B という商品を見比べたり、Amazon の画面を見ながら Excel の注文書に書き込む、といった2つの画面を同時に操作するような作業が非常に多い。 ですね、1画画面面ですすすとその画面自体を切りりりり替えななながががらら行う必要がありままからかなり効率が悪くなりますノートパソコンを持っている方、側面や背面に色々な端子がある中で、VGA という端子か HDMI という映像系の端子は必ずついていると思います。万が一ついていない場合でも、皆さんよくご存知の USB という端子を使ってモニターを増設することも可能です。デスクトップパソコンを持ちの方はもちろんのこと、ノートパソコン パソコンの方も2画面にすることは難なくできるはずですのでぜひ2画面以上のモニターを用意するということを行ってください次にパソコンのショートカットキーを使いこなすこの技術は必須になります例えば商品名をコピーしてどこかに貼り付けたりする際マウスを右クリックしてコピーまた右クリックして貼り付けっていうやり方を行っている方多いと思います Windows のパソコンの場合は通常キーボードの左下にある CTRL コントロールというボタンを押しながら 特定の文字を押すことによって、様々な作業を一瞬で行うことができます。特にコントロール c でコピーコントロール v で貼り付け、コントロール a で全てを選択。コントロール s で保存。そしてコントロール f でページ内の文字検索。この5つのショートカットキーを覚えておくだけでもまずはこと足りますので、ショートカットキーの使い方必ず習得しておきましょう。次に google chrome の拡張機能についてです。google chrome というのはインターネット上の情報。 閲覧するためのブラウザの一種なんですが基本的にネット物販では Google Chrome を使うことを私は強くお勧めしていますこのブラウザには後から無料で様々な拡張機能をつけることができるのですが私がお勧めしているものは2つまず1つ目は Google の翻訳ですもう1つはページ上の画像を抽出しダウンロードする無料の拡張機能になります例えば中国のアリババという買い付けサイトを1つとっても ページ上の中国語を日本語に翻訳したりページ上の画像を拝借してご自身の amazon 販売ページで使用したりということはかなり頻繁に行う作業ですからいちいちアリババの中国語の文章をコピーして翻訳ページに貼り付けてチェックしたりアリババの画像を手動で画像をキャプチャーしてうまく加工して使用したりする手間っていうのを省くことがより楽しんで物販を進めることにつながりますさてここからは心構えについてですまず一つ目物販 は漆塗りの感覚で進めることが大切です漆塗りというのは例えば1個 1>, 1回塗ったらその漆が乾くまで少し置いておいてまた塗ってまた待ってまた塗ってまた待ってっていう作業を繰り返しますよね。それと同様に商品リサーチや商品ページ作りっていうのは1日で行わなければいけない作業ではないんですね。今日の自分と明日の自分と明後日、明しあさの自分に分業して行わせるような感覚で進めていくことが実は急がば回れでより充実した商品リサーチや商品ページ作りにつながる ります。何かしらの作業を1日で終わらせてやろうっていうのは学生時代の一夜漬けの勉強と同じでうまくいかないことっていうのが多いですから一つの作業も変に焦らず何日かに分けて徐々に漆塗り感覚で進めていくことを試してみてください最後に害虫についてです害虫はもろ刃の刃だと考えてください何でもかんでも外注して人任せにして進めていくってことはできなくはないんですが独立独1物販セラー ととししててて邁進いいくためにには一連のの流れっていうのをまず腹に落すす必要があるんですねもちろん、まずは自分でやってみて、試行錯誤してみて、それでもいくら努力しても苦痛に感じられるほど大変な作業っていうのはあるかもしれません。もしくは、写真撮影のように、機材とか技術面でいくら努力したところでプロには全くかなわないっていう作業もあると思うんですね。そういうことについては、外注するっていうことを検討しても全く構わないと思うんですが、初めから何でもかんでも任せりゃいいっていう発想です。 進んでいくとただの依存的なセラーになってしまうんです外注してしまえば楽なんですが商品リサーチや商品ページ作りを地道にやっていく中でようやくその商品の魅力に気づいたりすることっていうのがかなり多くありますまた一連の流れを体感しておかないと外注するにしても納品されたもののクオリティの判別がつきませんよねあくまでも外注は一連の作業を体感した人のみに与えられる権利くらいに考えていただきまずはとにもかくにも一つ一つの作業 自分で積極的にトライしててみるっていうこというわけで今回はネット物販を始める前にあらかじめ用意しておいていただきたいネット環境、パソコンの技術並びに心構えについて話をさせていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございました。